はい、皆様こんにちは。今日はですね、こちら補助管の修理をやってまいりたいと思います。これちょっとご説明させていただきたいんですけど、もう現場からですね、これ引き上げてきて、このエアコンが 7.1 キロのこれ2部4部だったんですよ。これ見てください。まだオイルも、これオイルですね。もうガス漏れほやほやのエアコンを引き上げてきたんですけど、つい昨日ですね、緊急でちょっと僕の知り合いの人から、なんかエアコンからガスが漏れてるみたいだから修理してほしいって言われて行ったんですよ。しかも7時以降って言われて、7時過ぎに結構遠方で、でそこなんで漏れてたかって言ったら、マンションで大規模改修してたんですよね。おそらくバルコニーの防水かなんか貼るのに室外機を動かしたりされてたんで、それでまあなんかエアコンが調子悪いってお客さんから言われて見てほしいみたいな、そういう感じの依頼だったんですけど、で監督さんとかいて、であのこれ穴の中だったんですよ、これつなぎが4部ので、ここの2部だけギリ穴から出てて、でここから外で室外化粧カバーしてたんですよ。でこっから漏れてるって監督さん言ってきたんで、でもこっから穴の中に多分つなぎがあると思うんで、そっから漏れてるかもしれませんよとかいう話もしたんですけど、なんかまあお客さんに迷惑かけてるからできるだけ外で終わらしたいみたいな感じだったんで、一応ここまあ調べて、でフレアやり直して、で室外機のつなぎとかも見て、でフレアやり直して真空引いたら、もうすぐ針がビュッて、もうビュッて戻るんですよね。なんでも絶対あのどっかこっち側から漏れてるんで、中もうこの室内機外させてくださいって言って、で外してみたらもうこれですよ。これもう無事切れてました。でこれ大規模改修の室外機動かしてたけど、こんなんなるかなとか思いながら、まあもう原因は実際のとこわかんないんですけど、結局触った人がもう悪いみたいになるじゃないですか。で僕はまあ、ここの修理をしてくれっていう依頼で、結局本当は昨日その日にガスも持ってって直してほしいみたいな感じだったんですけど、もう預かり修理で今日持って帰ってきました。でこれ根元から切れてるんで、さすがにこれ溶接できないからですね、どうしようと思って、でこの部品ここだけとかがやっぱ注文できなかったんですよ。もうここ頼もうと思ったらアルミフィンごと発注になって、もうすごいお金もかかってくるんで、そんな時のために、はい、これ。これ4部の先っちょですね。まあ、こんだけ出しろあるんで、これ繋ごうと思ってます、これで。で、僕ですね、ここ今自宅なんですけど、やっぱこうやって溶接修理ちょいちょい、たまにやっぱあるんですよ。で、ああいう折れ方、まあ、あんまりないですけど、あんなのだった時に繋ぎにくいじゃないですか。なので、ここに、もうそういう時用のために結構いろんな種類取ってて、でバーって見て、まあ4部か、4部のあるかなと思って探したら、あれさっき1個あったんですけど、大体まあ3部とかのこういうのは一応取ってます、僕。で4部のやつがあったんで、ちょっと今からあれを溶接修理したいと思います。そしてレン君にしてもらおうと思っております。せっかくお客さんもいないとこで溶接するチャンスなんで、ちょっと今からレン君に溶接をしていきたいと思います。よし、準備はできました。こんな感じになります。この根元ですね、僕もこれ結構初めてなんで、まあ多分ここつきますよね。どう、いや最悪これ3部4部のイケユニオンにしようかなとかいろいろ考えたんですけど、まあ、溶接で直すセルナで溶接で直したいなっていうのが本音なんで、ちょっとこれでやってみようと思います。これまた日立のめっちゃでかい、めっちゃ外すの重かったんですよね。よいしょ。最悪。うん。あの、これ一応この黒の上だった方がいい。あ、いや、ここでいいよ、溶接。ここ。外やけん。うん、いい。もう、うちの部屋やし。まあ、賃貸。あ、気をつけてよ。あ、ごめん、ここ降りたぞ。いや、降りてないけど、降りるけん、うん、びっくりした、うん、ここね、濡れた雑巾で一回拭いたら火がつく可能性あるオイルが、うん、R32 と燃える
性質持ってるけん出せる。はい、これ雑巾で養生しいよ。うん。蓮くん久々の溶接。じゃあ養生も、はい、OK、手袋もして。早速蓮くんの久しぶりの溶接。横川も行くもんね。あみんな。そう、確かに。慣れてきたのよ。慣れ、まあ、全然いいと、レン君のペース。冷やしてしまったらまた大変になる。あそういうこと。結構。うん、ちょっとダマになったけど、でもいい感じよ。いい。まあ、下がちょっとダマになってる。うん。まあでも。うん。まあいい感じ。この辺とかいい感じ。いい感じ。水つけ直しとく。うん、まあまあいい感じなんじゃないでしょうか。とここですね。ああ、そうだね、うん、そっちにはいいよ。じゃあこっちやるです。はい、今回流してください。冷やしたいなら冷やしてもいいね。
ここが甘いかな。これなんかここ。ああちょっとくぼんどうね。ここら辺はふっくらしてるっていうか。うん、いい。なんかここだけよね甘い。よくない。ここがうん。もしかしたらいいね。うん一回して。ああ下もいいね。ああ隣がよくない。真下。なんか こっち側がなんかくぼんどように見えるけど、こっち蓮の方、うん、そっちから見てないと分からん。その角度からこうまた炙ったがいいと、炙ったがいいと練習あるのだけどね。頑張れ。くぼみとかはないと思う。うん、まあ見た感じ今いいねこっちは。うん、ここが良くないね。ここできてないね。ここは危ない。あ、ほら、1個目のこれ。これ。わかる。わかる。うん、こっちは逆に。米の方がなんか燃やしすぎてもね、これまた分からなくなれてるんで。黒くてちょっと分かんない。一回これ雑巾でバーって拭いたら、ああ、炭と、うん、炭とって、で、この中に入らんごと、ね、出て、うん、そういうふうにこう拭いてやってる。もう一回したっていいじゃん。ここがなかなか熱冷めに、ここ当たらんことしておきゃいけない。すぐやけどする。で、長袖着とかな、もう皮膚当たったら大やけどが。せめて服があれば焦げるだけですね。なんかあれやね、成形が難しい。作っていくのが、うん、溶かしていくのはまだあれやけど、どっかに盛りすぎた時には火でその盛りすぎたのを逃がしてやったりとかさ、そういう技術がいるという。レン君常になんかもうこうずっと棒当てとうイメージがあるけど、多分流しすぎてる棒。ああすごい。うん。で火も。釣れ玉ができたりとか。火も当てすぎとうけん。一回熱されたらもうスッて溶けていくけんさ、スッて溶けてきたら火は一回こうパッて離してみるとか。ああ。そういうこう。ずーっとだって熱中症ずーっと当てたいとこから下に溶けていくけど、当てたいところが いつまでもローが塗られん。それはねもうほんと経験。資格取り行ってもねそういうことは教えてくれ。これ資格あると。そうよ、パパ取ったけど特別講習っていう。ほんとあれはまあ雨ついてんみたいな。いやいやこう家の焼きやっていいけど、でも現場入るときに溶接いるときに資格ないとできんって言われるとこはもうできんとか、まあ、最近元請けでもそれ資格出してくださいとか言われて2日間拘束される。この資格は1日目が勉強、2日目が実技で、それ実技試験があって大体受かる。ちゃんと聞いとけ。で溶接も こういうちっちゃいのじゃなくてアセチレンと酸素っていうのでもっとでかいやつでズワーってするけん面白いよ。でも実技はこっちはもうなんか大丈夫よね。だいぶ暑いよね、うん、いいね。こっちがなんか逆にめっちゃ薄いよね。うん、怖いね。下にめっちゃ溜まっていきます。だけどずっと熱しすぎとうとるやん。で、一番最悪なのがじゃあって言って今からやり直せん、この上のとこ、はい、で、あ、終わったと思って行ったら中にローが詰まりすぎてガスが抜けんとかあるけど、二部管とかなったらそんなになり。あー、ね、でも一応ここから見えるよね。見える？多分、もう結構大丈夫？いいよいいよ。じゃあ蓮君手直し2回目3回目頑張れ。パもそんな人に教えれるほどの技術とか歴はないけど、もうやっていくしかない。
さあ3度目の正直。うんうん、いいね、今見る感じはいいよ。うん、はいはい。右は何もいじってないけど、いい。よいしょ。いいですね。これは僕の溶接道具セットです。うん、ああ、いいんじゃない、いいよ、いい、なんか不安箇所はない。まあ盛りすぎたってぐらい。むずいわ。うん、結構時間かかったね。うん、なんか前の方がよく行き負けたかもしれない。これはさ、やっぱ前はさ、配管と配管を溶接したよ。ああ、今回は。今回は補助管や。うん、まあね、そういうのでも変わってくるけどね。補助管を初めてです。補助管初めてやろ。うん、これがね、できとったらね、やっぱ修理ができるってね、強みやけん。もうお金もらえるし、これできん人たちもいっぱいおるけん。こういうところで差をつけていくと思うんだね。うん、いいね。じゃあ、拭いていこうか。気をつけてね。うわ、やっぱね、溶接はね、ほんとできるだけ短い時間で終わらせるっていうのがいいよね。長く熱すると、あ、やっぱ良くないんだ。うん、焼けてすすがいっぱい出たりとかするし、まあいろいろね、なんかそのすす防止剤とかいっぱいいろいろあるっちゃけど、クリーンカッパーっていう。一番はやっぱミジックすること。うん、現場でやっぱスピード求められたりするやん。確かに。例えばじゃあレン君ともう一人の人が今日ここ全部溶接しとってっつって夕方帰るときに向こうは100個できとってレン君が50個で。まあ、ガス漏れ線香とか一番や、うん、最後耐圧検査とかパッケージの時してさ、でレンク50個しかしてない上になんか漏れがあったとかさ、あったりか。だけどちゃんとする方を覚えたから今は。確かに、うん、この火加減とかさ、いろいろ奥深いの、火の強さとかさ。でレンクこれ新品使ったと棒、あ、うん、でうん、まあまあ結構使ったね。ちょっと何個かロー落としまってたよ。うん、いいよ、ここはいいよ、別に端いとおけん、多分とけんいいんじゃない。よしよし、一応なんか中見るよ。うん、詰まってないか見てみて。詰まってはないと思う。あ、まあ大丈夫そう。大丈夫そう。うん、大丈夫と。よし、じゃあ本当はここにビニテ巻きたいけど、多分まだ熱い、まだ熱いせん。銃とはもう良かったけど、触ってみて。ちょっと触っとくぐらい、別にそんな大丈夫。もうずーっと持ってたね。まだ熱い、ね、これ明日つけると、明後日これ。あ、ほんとこの現場遠方でですね、急に言われて7時以降って言われて、もうすげえ行ってみたら全然言ってることと違うじゃんみたいな。向こうはガスが漏れてるんでガス入れてもらったらみたいな感じで言うんすけどね。現場行ったらやっぱいろんなことありますよね。まあここ知り合いの人の紹介っていうか、知り合いの人の知り合いみたいな依頼だったんで、これ右下のこれ13センチだったんですね、僕測ってきたらセーターの。もう大変やったと思います。めっちゃ冷たいけど、そう、冷たくなると 熱を出す。これが
聞いてくれた。うん、これですよ、凍る系で、冷えすぎたら次ガスが出らんくなるという。あ、だけにさっきあれとかもあるし、電が冷たい、違う、ピッて当たったら止まるけん、火の元を止めるけん。なんかめっちゃ冷たかったいいね、それも買っとかないかんね、もうね。でカバスさんにお世話にならなくて。よし、じゃあレン君一回さ、うん、あ、それ片付けてからでいいけど、あの4分ナットがちゃんとスススって入るかだけチェックしよう。それも冷やしてね、うん、棒も水があんま入らんほうがいい。まあ真空は低くてな、多少はいいけど、まあ大丈夫と、うん、スッて、まあスッて入るね、うん、はい、あ、そうしとこね、それつけとって、ゴミが入らない。でここにビニテしとこ。よし、無事終わりました。これあさって取り付けなんで、まあ大丈夫でしょう。よく頑張ったわ。楽しいやろ、火扱うの。まあこんなの直して、うん、じゃあ今日はこの辺で動画失礼したいと思います。ぜひこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけたら嬉しいです。いつもご視聴いただきありがとうございます。バイバイ。